心配ないからね。君の米国株買い値に戻る。明日がきっとある。どんなに暴落でくじけそうでも、信じることを決してやめないで。シースリーサンパは傷つけ傷ついて、リスク取る切なさに少し疲れても、もう一度夢見よう。株上昇喜びを知っているのなら、クリーンエナジー IP を見つけるたびに、願いを託し、僕らは年下。どんなに下落してくじけそうでも、信じることさ、必ず最後に年勝つ。皆さんこんにちは、花子です。もうすぐ上場かと言われているコインベースですが、 S1 が SEC に提出されたので調べてほしいというリクエストをたくさんいただきました。3月中に上場かと言われていましたが、4月に延期かというニュースが昨日出ていました。もうすぐ上場するので調べてほしいというリクエストなので、皆さんは大体の内容は分かってますよね。でも知らない人もいるかもしれないので簡単に説明すると、コインベースはアメリカ・カリフォルニア州サンフランシスコに本社を置く仮想通貨取引所、世界32カ国でビットコイン、ビットコインキャッシュ、イーサリアム、ライトコインなどの仮想通貨の取引所サービスを提供している。 CEO ブライアン・アームストロング、設立は2012年。過去の動画でコインベースについては説明しているので、そちらも見てください。今回の上場が3月から4月にずれ込んだということで、初めての暗号通貨取引所の上場ということで SEC も慎重になりますね。そう簡単にはいかないと思います。でも SEC からしても、もう暗号資産は無視できないレベルに来ているので、却下ということはないような気がします。コインベースは私は好きなんですが、なぜかというといろいろ簡単だからです。私はアメリカに住んでいた2017年にコインベースの口座を作ったんですが、コインベースは私のメインバンクの大手のバンクオブアメリカと提携していたので、何の書類を提出することもなく、すんなりと口座を開いてバンコブアメリカからお金を送ることもできました。他のアメリカに住んでる人たちも簡単だからどんどん口座を開いたんだと思います。コインベース以外にも口座を作ってみたら、ドライバーライセンスをスキャンして、それと一緒に写ってる自分の写真を送って、光熱費の領収書を送って住んでいる証拠を見せろとか、しかもそれらの写真の質が悪いからダメとか、いろんな制限があってめんどくさかったです。最近は日本でコインチェックの口座を開いたんですが、やっぱり在留カードのコピーをスキャンして、私は米国籍なので在留カードを持って日本に暮らしているんですが、その裏表のスキャンと一緒に写したり、在留カードの厚みを写真に撮って角度を変えて写してとか、途中で何回もめんどくさくなってやめて、出したと思ったら2回は拒否されて、3回目でやっと申し込みが受理されました。それで今は口座を持ってるんですが、3回目で合格って。私がカリフォルニアで車の免許を取った時、3回でやっと合格した時のことを思い出しました。ということで、コインベースに口座を開くのが簡単ということで、アメリカで1番、世界で1番の暗号通貨取引所になってるんじゃないかと思います。2017年に口座を作った時には、今よりももっと仮想通貨は怪しいものだと思われていました。だから大手銀行のバンクオブアメリカが進めるんだったら大丈夫という信頼性もありました。そして買えた銘柄は当時は4種類だけだったんですが、ビットコイン、ビットコインキャッシュ、ライトコイン、イーサリムだったと思います。そして私は主にビットコイン、そして残りの3つを少し買いました。今はかなりの数がありますが、未だに私はやっぱりビットコインを主に買っています。
でもやはり仮想通貨はまだ全財産の 5% ぐらいに留めた方がいいんじゃないかなと個人的には思ってます。これが私の現在の口座なんですが、もともとバンクオブアメリカ提携なので買うのも簡単です。私は基本的にはビットコインしか進めていないんですが、ギャンブル枠で買いたい仮想通貨があったのでコインチェックにも口座を開いてみました。コインチェックは本人確認も大変だったし、毎回テキストに認証番号を送ってそれを入れないといけないので面倒くさいです。コインベースは1ヶ月に1回認証すればパスワードだけで入れるので簡単です。簡単だからといってセキュリティが弱いとは思っていません。フォーブスの今年2月21日の記事によると、米国最大の仮想通貨取引所コインベースは25日ナスダックへの直接上場に向けた資料を米証券取引委員会 SEC に提出した。資料によると、共同創業者のブライアン・アームストロング CEO が昨年受け取った報酬は5950万ドル、約63億円。それではその S1 を見てみましょう。フォーム S1 はアメリカ合衆国において新規株式公開 IPO を行うために米証券取引委員会 SEC に提出する証券登録届出書、開示書類を言います。これは日本においては目論見書や有価証券届出書にあたる書類で、 IPO を実現するために超えなければならない大きなハードルの一つとなっています。通常最初の提出でエフェクティブ SEC の承諾が出ることは非常に少なく、数度の再提出と再レビューが必要となり、また SEC の承諾後には適時開示システムのエドガーシステムで公開されます。 S1 には一目で分かりやすいチャートなんかが載っているので見てみましょう。2018年からのユーザー数ですが順調に伸びていますが、特に2020年の10月から12月が伸びてますね。ちょうどその頃このコインベースの上場が本格的に言われるようになって、ビットコインも上場しました。10月にはスクエアがかなりのビットコインを買っていました。そして2月にもニュースになっていました。スクエア約3318ビットコインを 1.7 億ドルで購入、投資額 2.2 億ドルに。そして今年に入ってイーロン・マスクが大量のビットコインを買いました。米テスラがビットコイン15億ドル購入、価格は最高値に。その後こんな発言をして、マスク氏ビットコインとイーサリアムの価格は高いように見える、イーロン・マスクの資産1日で 1.6 兆円減。私は3週間前にコミュニティにこれを書きました。イーロン・マスクの資産1日で 1.6 兆円減。イーロン・マスクの今日付けの純資産は約17兆円。1.6 兆円なんて小さいから。 1.5 兆円を今月上旬に費やしたビットコインに関して価格が高いように見えるとツイートして、ビットコインとテスラ株が下落。イーロン君何やってんの、めっちゃかっこいい。でもイーロン君も昔は若ハゲだったことは知っています。皆さん、人生にお金は必要ないというのは金持ちが言う言葉。金を持ったことがない人間が金は必要ないと言うな。そして人生にハゲは関係ないというのも金持ちが言う言葉。隠すハゲと隠さないハゲ、損はハゲを隠さなかった。金持ちには選ぶ権利がある。深い。ああ、気になる孫さん、孫さん、これはまさかの愛なの？なぜか気になる孫さん、孫さん、まさかこれも愛なの？あ、それでアメリカの国内と国外の売り上げは？アメリカが 75%、 日本にもコインベースの会社を作る予定のようですが、そうしたら日本も増えるでしょうね。 CEO のブライアンさんもツイッターでこう言ってました。コインベースに就職はどうでしょうか。コインベースの資産の割合を見ると 70% がビットコイン、 13% がイーサリアム、 13% がその他、 4% がフィアット。フィアットって何？そういえば私の会計クラスの有料会員メンバーのディスコード掲示板にこう書いてありました。そうなんだ、ルパンって言うとフィアット500のイメージがあったけど、ルノーにも乗っていたのね。フィアットはルパンが乗ってたって？なるほど、フィアットって普通の通貨って意味か。じゃあこの車のフィアットも通貨って意味なんですかね。フィアット通貨、フィアットカレンシーとは、日本円や米ドル、ユーロなど中央銀行が発行した通貨のことを指します。仮想通貨投資の世界ではよく仮想通貨をフィアットに戻すといった表現が使われます。それでビットコインの価格の変動は、2009年に買っていてまだ保有している人がいるかな。すごいね。私は2017年のサイクル3で買いました。でも2018年に脱サラしてしばらく収入なかったので一部利確していました。じゃあ損益計算書から見ていきましょう。12月締めの2020年と2019年比較ですが、暗号通貨取引所なんて調べたことがないから銀行の決算書みたいな感じになるのか分かりません。売上は 136% 上昇していて、最終利益は2019年赤字だったのが、2020年は322ミリオンダラー、約330億円の黒字。売上はどういう内容になるのか。やっぱりビジネスの仕組みがわからないと、どういう仕組みで儲けているのかわからない。
ということでビジネスを読んでみよう。この S1 のビジネスコインベースオーバービューを見てみると、ここに書いてあることは、私たちのミッションは世界に向けて開いた金融システムを構築することです。今日では投資するにも消費するにも貯蓄するにもお金を扱うのは面倒で、アクセスできなかったり手数料が高かったり住んでるところではできなかったりです。それと相反して、インターネットは世界をつなぐような役割を果たすようになり、シームレスな情報交換が可能になりました。古い金融システムはグローバルでデジタルな社会のつながり、新しいテクノロジーに追いつくことが難しくなっています。そして新しい金融サービスを必要としています。賛成。この辺読んでて SEC が腹立ったんではないだろうかと思いました。私たちは暗号経済を作ろうとしています。もっと公正でアクセス可能で効率的で、インターネットを使う世代にとって金融システムが分かりやすく、暗号資産、デジタル資産にブロックチェーンを使ってレバレジをかけることができる暗号経済です。普段はこういううんちくっぽい説明はスルーするんですが、暗号通貨の場合はなるほどと思うので読んでいきます。私たちは2012年に誰でもどこでもビットコインを簡単に、そして安全に送ることができるべきだというアイデアが思い浮かびました。私たちはシンプルでユーザーが簡単に使えて、ビットコインとその他の暗号資産にアクセスできる信頼のおけるプラットフォームを作りました。 Google がインターネットの検索などを簡単にしたように、コインベースも暗号通貨に簡単にアクセスできる仕組み作りをしていきたいと思っています。現在4300万のリテールユーザー、7000の機関、そして11万5000のエコシステムパートナーが100カ国にいます。リテールユーザーとは、暗号経済のファイナンシャルアカウントを提供しています。投資、貯蓄、消費、儲ける、そして使うための安全で信用できて使うのが簡単なプラットフォームです。機関、ヘッジファンド、マネーマネージャー、株式会社に高度な取引、そしてテクノロジー保管できるワンステップショップを提供しています。エコシステムパートナー、暗号通貨の支払いを安全に受け取る暗号ネットワークに積極的に参加する開発者、資産発行者に暗号手順を提供しています。なるほど。ビジネスモデルも読んでみましょう。現在私たちのビジネスは暗号経済の開発中のまだ始まったばかりの時期だと思います。成長は一直線上には上昇しません。その代わり上がったり下がったりしながら、新しい顧客、投資、開発者を増やしていき、それが取引量やユーザー数を増やしていくことになると思います。例えば2020年にはビットコインは7000ドルから2万9000ドルまで上がり、取引量が増えました。なるほど。じゃあもう読むのは疲れたのでこれぐらいにして、損益計算書を見てみましょう。売上は 136% 上昇していて、最終利益は2019年赤字だったのが、2020年は322ミリオン、約330億円の黒字。取引費用、研究開発費、販管費は増えましたが、収益に比べたらそれほどでもない。営業利益率は2020年 32%、 2019年は営業赤字なので出せない。損益計算書は申し分ないですが、やはり規模的にはまだ単位が1000なので大きくはないですね。まだ規模はどんどん上がると思います。貸借対照表は、流動性はと思ったけど、金融系は流動資産、流動負債という分け方をしないので、流動性は調べられません。というか調べる意味がありません。現金が増えて、カスタマーカストリアルファンズが3倍ぐらいになって、売掛金が10倍ぐらいになっている。このあたり暗号通貨取引所の場合はどうなってるんですかね。カスタマーカストリアルファンズでサーチをかけると、カスタマーカストリアルファンズ、顧客保管口座というのは、顧客のためにホールドしていて、会社の銀行口座とは分離している口座です。それは顧客がフィアットウォレッツ、先ほど話したドルとか円の普通の通貨ですね、に入れているもので、顧客が入金して引き落としもしていないものです。会社は規則に従い、それらのお金には手をつけず、カスタマーカストディアファンズとしています。なるほど、運用もしたらいけないんだ。国や場所によっては 100% 動かしたらいけなかったり、もっと少なくても良い場合もある。なるほど、売掛金は顧客資金で、イントランジットファンズレシーバブル、移動中の資金、顧客資金、管理費、受取額、ローン受取、利子、その他の受取分です。顧客資金の受取金、移動中の資金含むとは、暗号資産の顧客の受取完了するまでのもの、第三者からの支払いの手続き、銀行から顧客への取引完了までのものです。通常はビジネス営業日1日か2日で完了します。保管費用受取とは、顧客に安全に暗号資産を保管するサービスを提供した会社から受け取ったものです。その費用は契約により決められています。それは損益計算書のネットレベニューに含まれています。
90日を過ぎた売掛金に関しては Allowance for Doubtful Accounts for Receivable に含まれています。プレミアム2の皆さん、ちょうど先週 Allowance for Doubtful Accounts for Receivable について勉強しましたね。このように条件に関しては補足メモに書いてあります。それでは上場前の資本の部を見てみましょう。はいはい、ありがちな IPO 前の資本の部ですね。上場前はコンバリブルプレファードストック転換社債が570億円ぐらいあって、上場したらアディショナルペイドインキャピタル、資本剰余金のところに移動して転換社債を普通株に変えて大儲けする経営者ファンド会社が続出ってことですね。2020年の資本の合計に転換社債入ってませんから、一応キャッシュフローはフリーキャッシュフローは3000億円ぐらいあります。そして誰が儲けているかというと、経営陣はこういう人たちがいます。ストックアワード、株式報酬はこのような人がもらっていて、上場したら転換社債を売ればいいんでしょうね。キャサリンさん46歳ディレクターがたくさんもらってます。そしてその他のコンペンセーション報酬は、アームストロング CEO の2020年の給料は$1,000,000、約1億円だけ。それだけなわけないでしょうね。オプション報酬が56億円ぐらい、その他報酬が1800億円ぐらい。それだけ？いや、それだけじゃないでしょう。上場前に CEO は 10% のクラス A 株式保有、21% のクラス B 株式保有、これは上場したら大儲け。というわけで、仮想通貨ブロックチェーン業界の億万長者、今年はコインベース CEO がトップに。レポートによると、コインベースのアームストロング CEO は世界最大のブロックチェーン億万長者であり、純資産は昨年の10億ドルから10倍以上に増えている。アームストロング氏は現在コインベースの新規株式公開に先立ち、推定115億ドルの資産を持っている。ということで、上場するのが億万長者になるための一番早い道筋ですね。2020年のフォーブスの長者番付を見てみると、アームストロング CEO は1990位、2020年なので純資産が10億ドルぐらいですが、2021年はぐーんと上がりますね。まだ37歳なんだ、若い。ということで、日本人の皆さんもこの長者番付に乗るぐらい頑張ろう。今月からもっと初心者米国株クラスがスタートしました。3月31日まで募集中。詳しいことは www.financewithhanako.com まで。それではさよなら。心配ないからね。